明治大学への逆転合格なら明治専門塾。日本大学経済学部の2年で前田です。日本大学経済学部2年の熊井です。まあ、今のところは割と80とかでいい生活を送ってるかなと思ってます。僕は50点くらいで、今週に11個もあって、まあ、オンデマンドのものもあれば Zoom で対面みたいにやるような授業もあります。まあ、課題とかが、まあ、難しすぎずちょうどいいレベルであるところですかね。あんまり関係ないと思います。ある程度は必要なんじゃないかなと思います。やっぱり高学歴だとしても入った後に遊びまくってる人とかもいますし、大学入ってから何をやるかが重要かなって思ってます。就職っていう点で見て学歴がないとそのなんか弾かれたりとかあるし、学歴関係ない職に就くだったらまあいらないと思うんですけど、大体の人は大学進学したら就職すると思うんで、そういった面でやっぱ学歴フィルターみたいなのはあるっていうのは聞くんで、まあ、必要なのかなと思います。マーチあたりかなと思ってます。 G マーチか、まあ、総計くらいですかね。まあ、クイズ番組とかでもよく立教卒とか青山大学卒とかで出てるので、世間的にはその辺が高学歴っていう基準になってるのかなって思ってます。まあ、僕も大体同じで、日大卒とか言ってもあんまりなんか高学歴っていうイメージは湧かないので、まあ、マーチからかなって思います。まあ、自分が受かったところでもあるんで上であってほしいんですけど、正直ちょっと他に比べたら落ちてきてるかなっていうのが率直な意見です。東洋の人気がすごいって聞くんで、東洋のちょっと下くらいです。日本大学文理学部1年です。日本大学経済学部の2年です。60点です。自分は50点ぐらいだと思います。日本大学はたくさん人がいるだけあって、いろんな人と関係性を保てることとか、その他有名人がたくさんいて知名度があること。自分はプロ野球が好きなので、長野久義選手とか京田選手が有名だと思います。規模が大きいので、まあ、その横のつながりであったり縦のつながりであったり、そういう面でおいてはまあ他の大学よりは有利になるかなと思います。やっぱ学部同士のキャンパスが離れている分、他の学部との関わりっていうのが少ないのかなと思います。であとコロナ禍の状況で対面授業の再開がなかなか始まらないので、そこを改善してほしいなと。自分はまあ対面授業が去年はほとんどなくて、で今年に入ってやっと週1とかになったので、まあ、もう少し増やしてもらえればなとは思います。自分は必要だと思います。まあ、ないよりはあった方がいいんですけど、まあ、そんなに重視するべきところではないのかなと思います。社会に出た時にやっぱ判断材料というか力のある人を見出すためにはやっぱ参考になりかねないなと。学歴がまあ全てではないっていうのが自分は大事だと思ってて、例えば社会人になったら社会人になって自分は何をするのかっていう中身に注目して、自分はそのどうしていきたいかっていうのを明確にしていった方がいいと思います。マーチ以上は高学歴かなと思う。まあ、自分も同じぐらいだなとは思います。ニットを組ませる中だったらあまり上の方ではないと思うんですけど、まあ、それなりの知名度でカバーできてるかなと思います。まあ、負けたくないなというか、まあ、自分は駒澤大学をちょっと自分一時期目指してたので、まあ、同じぐらいのレベルだと思うんですけど、まあ、負けたくないなと思います。日本大学経済学部2年です。日本大学経済学部1年です。60点。はい。70点ぐらいです。立地がいいです。意外と法学部も近いので他学部との関係も作りやすいのかなと思います。不祥事が多いです。間違いない、それですね。はい。まあ、脱税とかですかね。まあ、先日の事件がすごい大きいのかなと思います。やってくれたな。いや、もう言葉が出ないですね。ちゃんと脱税しないようにしてほしいです。上の人間がそれをやっていいのかっていうのは自分自身が一番分かっていることだと思うので、上に立っていたものとしてやっぱしっかり償うことは必要なのかなと思います。そこそこ必要だと思います。僕はそこまで必要になってきてないのかなっていうのを感じてます。結局エントリーシートとかである程度のラインで切られちゃうっていうことがあるので、それなりに必要かなとは思います。まあ、今高学歴って言われていない大学に入ったとしても、そこからの自分の頑張りだと思うので、資格を取ったりだとか、そこから自分が何をするかでその後の人生は変えられると思います。まあ、日東コマ線ぐらいですかね。そうですね、日東コマ線ぐらいからは多少言えるのかなっていうところであると思います。一番上にいてほしいですけど、ちょっと一番下にいると思います今は。
就職だったりとかそういう実績は社長の数も多いですしいいのかもしれないですけど、世間的に見たらいろいろな事件だったりとかそういうのが起きているわけでそこまで高くないのかなっていうのは思います。